ヤフードームです。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。福岡ソフトバンクホークス対中日ドラゴン、その試合の模様をお伝えいたします。解説席には田尾康さん、黒木智弘さん、この2人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの2人。はい、こんにちは。私たちがスタジアム中を駆け回っていろいろな情報をお伝えいたします。お楽しみに。はい、楽しいリポートお願いします。さあ、いよいよ試合開始まであと少しです。さあ、今日の先発のマウン、和田、ドラゴンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、ドラゴンズの攻撃、トップバッターは1番荒木。最初の1球、まずは見送りました。ストライク狙ってきたんでしょうか。2球目、変化球、ストーンと落ちてきました。ワンエンドワンです。さあ、ドラゴンズ、今日はどんな展開になるのでしょうか。ストレート打ちました。これはショートになります。取りました。一塁へ送ります。アウト、アウトです。基本に忠実なものを感じますね。いいバッターですよ。そうですか。やはり素直にコーチの指導を受け入れているんでしょうね。まあ、自分自身をしっかり持った上で指導者の意見を素直に聞くことですよ。最初の球は初球は低いボール、ワンボールです。変化球は外れました。結局ボールが2つになりました。さあ、3投目、アウトコースへ決めました。ワンストライク、ツーボール。まずはワンアウトにしています。バッティングカウントになったが、さあ、これは痛烈だ。ちょっと上がった。右へ持っていきます。ライト線に上がっています。次が5球目、ヒットになった。ここで先制のランナーが塁に出る。そして打順が変わります。森、内へ。最初は低めの球、枠をいっぱいに使ってきます。先頭打者は内野ゴロ。その後ヒットを許しています。これはまっすぐ、平行カウント、ワンエンドワン。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割8分9厘のアベレージ。そして小さなフライ。森、14年目のシーズンとなりました。打ってライナーになった。これは取れない。ワンバウンドヒット。ファーストランナー二塁へ回った。さあ、ヒットになります。ここで打順が4番に回ってきます。ブランコ、そのバッターボックスとなります。ちょっと一発期待したいですよね。はい、ここは要注意。一発があります。最初はストライク、ボールカウントワンストライク。なおもワンアウト。この場面でランナーを許しています。ストレート決まってツーナッシング。外へ2つ続けました。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割7分5厘のアベレージ。そしてこれも鋭い当たり。これはゲッツーコースになる。ファーストランナー2塁回った。3塁ランナーが今ホームイン。打ったバッターは2塁へ。中継のショートへ。タイムリーツーベースヒット。本当に序盤からいい攻撃ができましたね。先制して守りの面でも少し余裕が出てくるでしょうね。やはり主導権を握った感じになるでしょうね。ここで打順は DH へ回ります。まだ、さあ、バッターボックスです。まあ、この勢いでね、大量点いきたいですね。はい、ここから点までいきたいですね。どう組み立ててくるか。最初から低めに来ました。ワンボールになりました。
膝元へ決めてきました。ボールカウント1エンド1。和田、今シーズンがプロ入り14年目となります。外いっぱい決まった。ストレートで2ストライク目を取りました。1対0、ドラゴンズがリードしています。さあ次の4球目は外れてボール、2ストライク2ボール。昨シーズンの成績出ていましたが、3割飛んで2輪のアベレージ、そして打ったホームランの数が29となっています。横へ曲げてきました。フルカウントになっています。この回はちょっと球数が多くなっています。2-3からの6球目、低いボール、ショートへの当たり、一塁送球、送球がそれましたがアウト。グラブさばきには自信があります。本当に素晴らしいプレーでしたよ。はい、それはファンにも嬉しいプレーでした。おお、軽やかなさばき、見事な守備にやられました。いや、楽々とやってる印象ですよね。簡単そうに見えるのが一流ですね。なるほど、一流選手のプレーほど見るものには簡単そうに見えますよね。そして6番尾上、その注目のバッターボックスです。ちょっと最初にね、打点取っといて、そして大暴れといきたいですね。はい、ここはタイムリーを打って気分を盛り上げたい場面になります。第1球は低めのボール打ってセカンドへの打球、セカンドが抑えます。一塁へ送ります。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。1回の表が終了、ドラゴン1対0リードを取りました。そしてドラゴンズの先発ピッチャー、山井、ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、ホークスの攻撃開始します。この回の先頭川崎、出塁してチャンスのきっかけを作りたい場面です。どこから行くか。まずはスローカーブを見せました。厳しいコース来てますからね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。はい、その通りですよね。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割5分9厘のアベレージ、そして打点の数が34となっています。ストレートできました。2ストライク。川崎、11回目のシーズンを迎えています。様子を見ていくか。今度は変化球、ボールにしてきました。ファースト抑えましたが、これはファウルボール。あーっと空振り、バットに当てさせませんでした。三振です。そして次の2番本田、左のボックスです。第1球です。初球は際どいところに来ました。カウント1ストライクノーボールです。この回はワンアウトになっています。さあ次はどこへ行くか。ボールになります。外へ2球持っていきました。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割6分2輪のアベレージ、そしてホームランの数が1となっています。決めてきました。2ストライク1ボール。まずは三振でワンアウトを取っています。これも三振、2者連続。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。次のバッターです。大手ドミニカ出身、さあ初球、初球外に来ました。ボールカウント1ストライク。この回まず2アウトを取っています。さあ2球目、あっといい当たり、大きいぞ、これは大きいぞ、入ったホームラン、同点ホームラン。
ここで一発が出ました。大手ヤフードームに見事なアーチを放ちました。1回の裏同点となるホームラン。初回のリードはこのホームランで振り出しに戻します。そして同点のホームイン1対1。そしてチームメイトが並んでいます。1点を返します。初回早くも追いつきました。次のバッターが入ります。徳保さあ1球目、まずはコーナーをついてきます。ワンストライクです。徳保今年で17回目のシーズンとなりました。今度もいい当たり。さあレフトの前ワンバウンドになりました。ここはピッチャーを抑えたかったところ。さあランナーが出ました。三塁まずは初球見送りました。カウントワンストライクノーボールです。田村今年で16回目のシーズンとなっています。さあ次のボールは丁寧にコーナーをつきます。枠いっぱいに決めてきました。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが2割8分2厘のアベレージ、そして打点数は57となっています。これは外れます。これは外れました。すでに1点を許しています。打ちました。低い打球は今のはファウルになります。ここで同点を許しています。さあ5球目、なっと今度は外、2エンド2になりました。バッター田村、なっと空振り三振、3アウトチェンジ、ボールの球、スイングアウトの三振です。さあもう1回今のシーンです。ピッチャーの怒りが収まらないようです。この失点に納得はいかないんですよね。まあどんな失点も嫌ですけどね。はい、攻撃で見返していきたいところです。2回の表ドラゴンズの攻撃、そしてこの回の先頭秀典、今日の第一打席になります。初球ストライク、ワンストライク。先ほど去年の成績が紹介されていましたが2割1分5厘のアベレージ、そして打点の数も10となっています。外のボール球振っていきました。このボール球を振らせました。不安の残る立ち上がりとなっています。3球三振、打順が移ります。谷繁、右のバッターボックスに入っています。どこから攻めるか。まずは見送りました。ワンストライクノーボール。まず先頭バッターを三振に仕留めています。低いところへ決めてきました。カウントツーストライクノーボールです。今日の1打席目になります。右へ行った、ファウルになりました。まあファウル済んだから良かったって感じですよね。そうですね。谷繁22、これも三振。次のバッターが入ります。堂上直美。最初のボールを決めました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。先頭バッターは三振、その後三振を取っています。これは変化しました。これで追い込みました。
堂上直美、4回目のシーズンを迎えています。遊び球はあるのか。ガーッと三振、全て三振、それでチェンジ。左腕が燃えています。2回の表終了、ドラゴンズ3人とも三振を奪われています。2回の裏、ホークスの攻撃、対するこの回の先頭松中、左のバッターボックスです。低めから攻めていきます。ノンストライクワンボール。入りました、ワイエンドワン。松中、14年目のシーズンとなりました。決めてきます、2ストライク1ボール。ノーアウトランナーありません。さあ4球目、今度は落としてきました。本当低め中心の組み立てになってますよね。はい、ここまでは低め中心に投げています。初回からの失点、苦しいスタートとなっています。打っていった、これはセカンドになります。抑えた、一塁に送ります。一塁、これは十分間に合います。アウトです。そして次の7番松田、今日最初のバッターボックスです。まあ、こんな選手はね、ランナーにすると嫌ですからね。はい、ここも塁に出ればおそらく狙ってくるんでしょう。何を投げてくるか。初球ストライク、カウント1ストライク、ノーボールです。松田、5年目のシーズンとなりました。2球目、アウトコースは入りません。カウント1エンド1。この回はまずワンアウトを取っています。さあ3球目はどうか。高めのボール打ちました、打球はファーストへ。さあヒットになった、勝ち越しのランナーが出ます。そして次のバッターとなります長谷川、最初のバッターボックスです。初球は手を出しません、ワンボールになりました。どう攻めるのか。二塁狙った、二塁を狙った、振っていった、タッチはアウト、二盗は失敗。順調に2アウトにしています。3球目はどうする。しかしこれは外れています。1ストライク2ボール。山井、今日は2回途中までを投げて許したヒットが3本、この回1本打たれています。ストレート、低い当たりになった、ワンバウンドヒット。2アウトからのランナーを出します。打ったバッターはセカンドへ、ツーベースヒット、ライトへのヒットになりました。そして次のバッターを迎えます。花尾、2回の裏ツーアウト。変化球打って、これは低い打球。この回ワンアウトからのヒット、その後ツーベースを打たれています。これもいい当たりだ。セカンドランナーは三塁ストップ、止まりました。ここでヒットが出た。そして打順は1番に戻ります。川崎、そのバッターボックスです。ちょっとね、ここは勝ち越したいですよ。ですね、得点まで行きたいこの場面です。まずはストライク、ボールカウント1ストライク。このピンチの場面、またランナーを許しています。あー、打ち上げてしまった。この打球はライトです。取りました。これで3アウトチェンジ。さあドラゴン、この後1番から始まります。3回の表、ドラゴンズの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。荒木、どこから狙うか。まずはボールから入りました。ここは1球外します。コーナーへ決まります。ワンエンドワンになりました。
回目の打席はどうでしょうか。さあ3球目はどうか。低いコースで決まりました。ストレートで追い込みました。3人を連続三振に抑えています。わっと変化球、ツーストライクツーボール。1対1振り出しに戻りました。高めを打ちました。この6球目まっすぐを打って低い当たりになった。一塁送球、一塁これはアウト。そしてバッターは2番大島。初球はストレートから入りました。ワンボールです。さあ2球目はまっすぐが決まりました。1球2球と外へ行きました。初回の1打席目、ライトへのシングルヒットを放っています。これはストレート、ワンストライクツーボール。ワンアウトになっています。さあバッター有利か。取りました。一塁へ送ります。これは一塁アウトです。ショートゴロに終わっています。そして次の3番森、打席に入ります。初球振りません。ワンストライクノーボール。ツーアウトになっています。打ち上げました。右中間へ持っていった。取ってこれで3アウト。3回の表が終了。ドラゴンこの回も3人で攻撃が終了しています。3回の裏ホークスの攻撃、先頭のバッター権田、3回の裏ノーアウトです。初球空振りになりました。ワンストライク。ノーアウトランナーなし。さあどうでしょう。高めに決まりました。このストレートで追い込んでいます。攻撃中のホークス、先ほどのイニングは残塁が結局無得点に終わりました。あっと3球三振。もう一度振り返りましょう。次のバッターです。オーチズ、右の打席です。まずは簡単にストライクが来ました。今日はストレートが伸びてきます。まず先頭バッターから三振を奪っています。さあ2球目はバッターからは遠いところ。さあバッター追い込まれています。これが2回目のバッターボックス。キャッチャーの要求はカット、いい当たり、伸びていった、伸びて伸びて、追う必要ありませんでした。勝ち越しのホームラン、パワーで運んでいきました。大手このヤフードームに綺麗な攻撃が来ました。3回の裏ホームランを放ちました。このホームランで序盤から点差を広げます。今ホームインしました。2対1。そしてタッチをかわしていきます。追加点が入ります。リードを奪いました。バッター小久保、まずは外から来ました。ボールカウントワンストライク。この回勝ち越しを許しています。さあ2球目決めてきました。2ストライクノーボール。ワンアウトランナーはありません。これも強い当たりだ。これも入るか、これも入るの
ホームラン。これも強烈な打球でした。満員のヤフードーム、ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。3回の裏、連続のホームランが飛び出しました。4番から点を重ねていきます。そして今ホームイン、3対1。4番ですからプレッシャーの中で打てるわけですよ。ですね。1点を追加、2点のリードに変わりました。そしてバッター田村、右バッターボックスに入ります。最初から丁寧に攻めてきます。大きいのを狙ってますよ。しっかり振って空振りです。この回ワンアウトからホームラン、その後連続のホームランを許しています。ここはまっすぐ、ツーストライク。今日ホームラン3本を許しています。これは多いと思いますよ。はい、傷口が大きくならないうちに。低いボール、これはセカンド取った、一塁に送ります。ファースト取って、これはアウトです。打順が移ります。松中、左のボックスに入っています。まずは落としてきました。ワンストライクノーボール。2回目の打席はどうでしょうか。2投目はアウトコース、ここは追い込んでいます。この回勝ち越しを許しています。慎重にコーナーをついてきます。わずかに入りません。得点差は2点、ホークスがリードしています。さあ次の4球目は、あっとスイングアウト、三振、スリーアウトチェン。今のシーンもう一度見てみましょうか。3回を終了、ホークス2点を追加、3対1、点差を開きました。いやー、このバッターの振りはコンパクトで無駄がないですね。本当に綺麗なインサイドアウト、完璧なバットの出方ですね。子供たちにもお手本にしてほしい選手ですよね。その初球カーブから入りました。ワンストライク。和田、ここまで打たれたヒットの数が3となっています。2球目、低めの球ストライク、カウント2ストライクノーボールです。今日の奪三振の数は3となっています。果たして3球勝負するのか。これは変化球、2ストライク1ボール。和田、このイニングはリードを2点にしてのピッチングになります。これは上がった。ここまでのドラゴンヒットが3本、1得点の内容です。一方のホークス、ヒットが7本、3得点という今日のゲームです。ホークスがリードしています。ストレート、持ち味のストレートで三振を奪いました。そして次は DH 和田、4回の表ワンアウト。初球叩いて、これはいい当たり、行ったか、これは行ったぞ、気分爽快の当たり、ホームラン。初球ヒッティングはホームラン。低めを捉えた打球はものすごいスピードでレフトスタンドに飛び込みました。4回の表、両チーム4本目のホームランが飛び出しました。今ホームイン、3対2。ちょっとね、変化球が甘くなったんですが、1点返します。1点差にしています。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向もイメージできてると思いますよ。なるほどね。とにかくピッチャーに嫌な打者だなと思わせたいでしょうね。どんなボールをどう打つか、今後の印象になっていきます。最初はフォークから入りました。ワンボールになりました。さあ2球目、今のはボールになります。2ボールになりました。さあ3球目、高めの球は3ボールになりました。さあ
めのインコース、ワンストライクスリーボール。これが2回目の打席。落ちる球できました。ツーストライクスリーボール。ホームランによる得点を許しています。小さなフライ、打球上がった、取りました。ツーアウトになっています。次のバッターが入ります。ヒデノリ、最初の1球、最初は変化球、空振りです。思わずね、振ったって感じでしょうね。なるほど、そのボール球を振ってしまいました。ツーアウトになっています。あっと打った、取った、一塁へ。一塁はアウトで、スリーアウトチェンジになります。4回の表が終了、ドラゴンに1点を返しています。3対2、最少得点差にしています。4回の裏、ホークスの攻撃、バッター松田、4回の裏ノーアウトです。どこから狙うか。初球見送っていきます。ワンボールです。大きなカーブ決まりました。外へ2つ続けました。ノーアウトランナーありません。遠いボール、手を出した、上がっています。引っ掛けた感じですね。セカンドフライに終わりました。そして次の8番長谷川、4回裏ワンアウトです。最初は低めに持ってきました。ボールカウントワンストライク。一つ前の第1打席、ライトへのツーベースヒットを記録しています。このボールはどうか。変化球です。カウント1エンド1。山井、すでに打たれたヒットの数は7となっています。さあ3球目、まっすぐ持ってきました。2ストライク1ボール。この回は1アウトになっています。次が4球目、変化球決まった。さあ今のプレイご覧いただきましょう。そして次の9番田上、最初の1球、最初は内から入りました。バッテリー外してきます。外に決まりました。149キロです。この回まず2アウトを取っています。インコース高めのストライク、これで2ストライクと追い込みました。早くも奪った三振の数が6となっています。さあ4球目、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、ルーを切らせました。さあリプレイでご覧いただきましょう。三振を奪う力投でベンチの期待に応えました。いや、見応えのある三振ですね。魂こもってましたよ。はい、力強いですね。まだまだ接戦が続きそうです。5回の表、ドラゴンズの攻撃、先頭のバッター谷繁、最初は空振りになりました。ワンストライクです。ここまでのドラゴンズヒットが4本、そして2点を入れています。ホークスがリードしています。ちょっと今のは危ないボール、今度は打ち、ワンエンドワンになりました。
今日奪った三振の数は4となっています。当てただけ、上がりました。取ってワンアウトになりました。打順が変わります。どの上直美、5回の表ワンアウトです。最初の1球、初球振りません。カウントワンストライクノーボールです。ワンアウトになっています。変化球、カウントワンエンドワン。今日2回目のバッターボックス、3投目。また上がった。まだ今日は5回途中までを投げて許したヒットが4本、そして2失点となっています。さあ第4球、空振り三振。チャンスが膨らみません。いや、こういう状況は1本出れば違ってきますよ。チャンスが広がらないですね。まあでも少し対策を考えないといけませんね。ベンチワークも重要になってきます。そしてバッター荒木、最初から際どいコースを狙ってきました。ワンストライクです。さあ3回目のバッターボックス、さあ次はどこへ行くか。行きました、取りました。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあホークス、次の攻撃は打順よく1番から始まります。5回の裏、ホークスの攻撃、この回はトップから始まっていきます。川崎、左のバッターボックスに入ります。第1球です。初球を投げてストライク、微妙なところを攻めてきます。山井、早くも打たれたヒットの数は7となっています。さあ次のボールはわずかに外れてワンエンドワン。ここまでのホークス、打ったヒットは7本、そして3点を入れています。一方のドラゴンズ、打ったヒットは4本。低めのボール打って、さあノーアウトのランナーが出ます。1本目のヒットが出ました。そして打順が変わります。本田、左のボックスです。何を投げてくるか。まずは初球見送りました。勢いのあるボールを投げ込みます。この回ヒットを打たれています。やはり狙った、打った、ファーストへの打球、ファーストランナーセカンドベースを蹴った。さあヒットが飛び出した。そして打順はクリーンナップへ、オーティス、このバッターボックスとなります。でもね、前の打席のホームランはね、抜群の当たりでしたよ。はい、さあこのバッティングはどうでしょうか。ファーストランナースタート、もちろん狙ってきます。スチール成功です。先頭バッターにヒット、その後もヒットを許しています。入れてきました。ボールカウント2ストライク。次が今日の70球目、キャッチャーの要求は空振りの3球三振。まずはインハイで体を起こしてから外に攻めていきたいですね。かなりバッターがベースに追いかぶさっていますが、どうでしょう。いやー、ここは強気で攻めないとやられますよ。初球振りません。ちょっとランナー気にします。2球目はどう攻める。見ましたがストライク、ボールカウントワンエンドワン。この回はワンアウトになっています。さあ3球目はアウトコースへ決めました。2ストライク1ボール。点差変わらず1点差、ホークスがリードしています。さあ4球目、これは強い当たりだ。行ったか、行ったぞ、これは行ったぞ、刺さった、スリーランホームラン。2打席連続で放り込んだ。興奮のヤフージャパンドーム、レフトスタンドに消えていきました。5回の裏、このゲーム5本目のホームランが飛び出しました。さあこの勢いでその差を開いていきたい。今ホームに戻ってきました。6対2、そしてベンチ前ファンも喜んでいます。それにしてもあっという間にスタンドまで届きました。3点を追加、リードは一気に4点広がりました。ドラゴン、今日最初のピッチャー交代です。清水、ワンアウトからの登板となります。さあそのピッチングを見守りましょう。
そして次の5番田村、5回の裏ワンアウト、どこから狙うか。まず外から入りました。それにしても思い切って振ってきましたね。はい、残念ながら捉えられませんでした。この回スリーランホームランを許しています。コーナーをつきます。いきなり2つ落としてきました。この前の打席はいい当たりだったんですが、セカンドゴロに終わっています。さあ3球目はどう攻める。これも鋭い当たり、打球はセンター上がったぞ。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあここからチャンスを作っていった。さあランナーが1人出ました。松中、最初の球はあっと打った、セカンドが取ります。2塁はアウト、そして1塁転送、ダブルプレー、1塁もアウトで3アウトチェンジ。ゲームは5回まで終了しています。ホークス3点を追加、6対2リードを広げました。ヤフードームは6回の表ドラゴンズの攻撃、トップバッター大島、左のバッターボックスに入っています。初球高めに来ました。これは外れました。さあ次はどこへ行くか。これは見送っただけになりました。さあ3回目の打席、3球目低め打ちました。高いバウンドになりました。取りました。一塁送球アウト、一塁はアウト。狙いどころは決めているんでしょうか。まあきっと具体的に決めているんじゃないでしょうかね。さあどんな勝負になるでしょうか。ここは実力を出し合えば面白い対戦ですよ。そうですか。さあ注目しましょう。まず最初のボールを決めていきました。ワンストライク。前の打席は大きな当たり、ライトフライに終わっています。この球はどうでしょう。インコース、これは外れます。カウント1エンド1。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。外外れてボール、ワンストライクツーボール。和田、ここまで許したヒットの数は4となっています。バッティングカウントからの4球目、外角高めのストライク、ツーストライクツーボール。これが今日3回目の打席、次が5球目。6回の表ワンアウトになりました。あっと決まった、三振。最後は外に持ってきました。次のバッターが入ります。ブラウン、右の打席に入りました。最初は見ていきます。カウントワンストライクノーボールです。さあ3回目のバッターボックス、2球目はどうでしょう。外れています。ボールカウント1エンド1。4回の前の打席、スイングアウトの三振に倒れています。ストライク、2ストライク1ボール。この回順調に2アウトまで来ました。次の4球目、変化球、これは外れました。平行カウント2エンド2。2アウトランナーはありません。あっとスイングアウト三振、3アウトチェン。最後はストレートで球を切らせました。6回の表までゲームは終了しています。ドラゴンズ4回目の三者凡退に倒れています。6回の裏、ホークスの攻撃、7番からの打順になります。松田、どこから攻めるか。まずはまっすぐから入りました。ワンボールになりました。アウトコース、ストライク、平行カウント1エンド1。
ノーアウトランナーなし。さあ3球目、外角高めのストライク、力強くね振ってんですけど、はい、大きな空振りでした。ここまでのホークス、ヒットが11本、そして6点を入れています。ホークスがリードしています。落ちる球三振、ボール球に手を出しました。そしてバッターは8番長谷川、左ボックスに入りました。まずは変化球から入りました。ボールカウントワンストライク。清水、今日は1回を投げて許したヒットが1本、無失点に抑えています。このボールはどうか、低めインコース、これは反応できませんでした。ワンアウトになっています。さあ追い込んだ、今度戻しました、1球外しました。まず先頭バッターを三振に打ち取っています。さあ次の4球目は、しかしこれはボールになります。ツーツー、これが今日3回目の打席。さあ5球目、あっと打ちました、もたついている、すぐにカバー、一塁へ送ります。ホークス今日放ったヒットの数が12となっています。そして次のバッターとなります、花尾。さあ初球はどうでしょう、高めのボール球、手を出した、これはレフトへ、押し込まれましたね、レフトフライに終わりました。そして次のバッターを迎えます、川崎。さあ第1球、やはりファーストランナースタート、ストライクになった、タッチはアウト、盗塁失敗、これで3アウトチェンジ。さあドラゴン4点を追いかけます。ここは豪快な一発期待したいですね。そうですよね、力は有り余ってますよ。さあスタンドの盛り上がりに応えてほしい。そうですね、今日の状態はかなりいいと思いますよ。ということはかなりの期待が持てそうです。まず空振り当たりません、ワンストライクです。2投目はストライクです、ツーストライクです。まだ今日のゲーム打たれたヒットの数が4となっています。3者連続三振、先頭バッター三振に切って取りました。そして次の6番堂上剛彦、7回表ワンアウトです。どこに入れてくるか、初球狙って空振りです。ボールカウントワンストライク。さあ3回目のバッターボックス、このボールはどうか、これは上がった、フライになった、取ってツーアウトになりました。下位打線に回ります、秀野、右のバッターボックスに入りました。打たされました、打球は右、取りました、スリーアウトチェンジ。さあホークス、この後1番からの打順となります。7回の裏、ホークスの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。川崎、まあ、この選手はね、塁に出ると盗塁狙ってきますからね。はい、しかし塁に出なければ盗塁はできません。最初から低めに来ました、ワンストライクです。ここまでのホークス、ヒットは12本、そして6得点です。ホークスがリードしています。ストライクになります、低め2つ持っていきました。今日ここまでは3打数1安打。このボールは外れています。低めを丁寧に攻めています。川崎、今日のゲームは1回出塁しています。ストレートできました。際どいですけどね。はい、確かに際どいボールでした。点差変わらず4点差。ホークスがリードしています。
アウトコース、これは外れます。フルカウントになっています。トップバッター川崎、ここは外れてフォアボール。ランナーを出します。ランナーを出すということは神経を使うことになりますから、ピッチャーの力量が問われてきますね。最初の1球、まずは見送りました。ワンストライクノーボール。いきなりランナー1塁としています。まっすぐを持ってきました。ワンエンドワンになりました。今日4回目のバッターボックスに入っています。次が3球目、アートランナースタートしました。振ってストライクになった。セーフ、盗塁成功。でも足早いですね。あ、そうですね。今日のバッティング3打数の1安打、そして三振が2つとなっています。この低めの球は外れています。2ストライク2ボール。5回の3打席目、ライトへのヒットを打っています。次が5球目、まっすぐ打ちました。ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。これファウル、思い切って振りましたがバットに当たりません。そして打順が変わります。大手右打席に入っています。外から攻めていきます。あー、振っちゃいましたね。ピッチャーを助けたスイングになりました。この前の3打席で空振りの三振に倒れています。鋭い当たり、これは低い打球、レフトの前に落ちます。ワンバウンドヒット。さあ、ヒットになった。レフトからセカンドへ、アウトです。タッチはアウト、2アウトになりました。素晴らしいの一言、気合の入ったプレーでチームを盛り立てます。いやー、ガッツありますよね。野球に限らずスポーツの原点ですね。一つのファインプレーが多くの人に元気を与えるといいですね。そして次のバッターを迎えます。小久保、3本連続のホームランは狙ってくるんでしょうか。今3打でしょ。この打席もどうでしょうね。はい、この打席もやはり狙っていることでしょう。変化球でまず空振りです。ワンストライクです。今度はストレートを持ってきました。ワンエンドワン。今日のここまでは3打数3安打、ホームランが2本あります。ああ、転がってしまった。抜けると1点間違いないが、サードランナー今ホームイン。7対2、センターへのタイムリーヒット、1点追加、5点差に広げました。そしてバッターは5番、田村。もしホームランですとクリーンアップ全員がホームランですよ。はい、この打席もそれを狙いたいところでしょう。初球ボール、ノーストライクワンボール。フェンスに当たって跳ね返った。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、センターからセカンドへ。ツーアウトながらランナー三塁二塁、追加点のチャンスとなりました。ピンチとなりましたが、さあ、スタミナの面ではどうなんでしょうか。まあ疲れという面ではちょっと気になりますけどね。そして打順が変わります。松中、他の、ね、選手はみんなヒット打ってんですよ。はい、それをファンも期待していることでしょう。まず低めから入りました。この球は枠に入りません。これはストライク、ボールカウント1エンド1。今日はまだヒットが出ません。さあ、3球目はこの球は見ます。ワンストライク2ボール。これが4回目の打席、決まりました。平行カウント2エンド2。先ほどはいい当たりを放ったんですが、セカンドへのダブル、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、空振りの三振に切って取りました。7回を終了、ホークス1点を追加、7対2リードを広げています。8回の表、ドラゴンズの攻撃、8番からの打順になります。谷繁、右のバッターボックスに入りました。最初は見ていきます。ワンボールです。座元、カウント1エンド1。
ここまでのドラゴンズヒットが4本2得点という内容です。ホークスがリードしています。直球で決めました。2ストライク1ボール。和田、今日の7回までのピッチング、打たれたヒットが4本、そして2失点というピッチング。次の4球目、スイングアウト三振。力のあるいいまっすぐでしたけど、ストレートで三振です。そしてラストバッター堂上直美、どこから攻めるか。初球振りません。ノンストライクワンボール。これは見送りました。ノーストライクツーボール。さあ3球目、ストレート、ワンストライクツーボール。これが今日3回目の打席。バットが出ません。2エンド2になっています。まず先頭バッターを三振に仕留めています。さあ何を見せるか。連続三振、まっすぐが決まった。まだハイペースな好投が続いています。もう一度振り返りましょう。バッター荒木、8回の表ツーアウトです。最初の1球、最初は変化球持ってきました。ボールカウントワンストライク。荒木、今日はまだ塁に出ていません。2球目はどうか。ここは落とします。ワンストライクワンボール。2アウトになっています。3投目、コーナー、これは入っています。2ストライク1ボール。バッター2人を打ち取っています。この変化球は枠の外、ツーツーです。2アウトランナーなし、ボールです。ツーストライクスリーボール。8回の表ツーアウトになっています。さあツースリーになった。打った、打球は三遊間へ、抑えた、一塁に送ります。さあツーアウトからランナーが出る。ここでヒットが出ました。そして次のバッターとなります、大島。最初は空振りになりました。ワンストライク。和田、今日は8回途中までを投げて許したヒットが5本、そのうちの1本がこの回です。これは外です。しかし見事な制球力。この回内野安打でランナーを出しています。あっと見逃し三振、スリーアウト。今外へ見事に決まりましたけど、はい、バットが出ませんでした。さあホークス、次の攻撃は下位打線からとなります。ドラゴン、この試合2回目のピッチャー交代です。鈴木、ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の裏、ホークスの攻撃対します。この回の先頭松田、8回の裏ノーアウトです。まずはシュートから入りました。ボールにしてきました。これは外れました。2ボールになりました。この球は見ます。3球とも低いコースに来ました。
ピー、これは大きな打球だ、文句なし入りました、ホームラン、ホームランです、会心の当たり、満員のヤフードーム、一瞬のうちにレフトスタンドに吸い込まれました。8回の裏、ホームランが飛び出しました。終盤ホームランで試合を楽にしていきます。そして今ホームイン、8対2。どんな場面でもね、ピッチャーからしたらホームランは嫌ですよ。追加点が入ります。6点差になっています。この一発はどんな影響を与えるでしょうか。そうですね、試合の流れによっては大きな得点になってくると思いますよ。そうですか、終わってみればあの一発がということもあるようです。そして次の8番長谷川、初球狙って空振りです。ワンストライクノーボール。山口さん、山口さん、はい、ホークスリポートです。はい、どうぞお願いします。ホームランのコメントが入りました。打ったのはストレート、しっかり振り抜こうと自分に言い聞かせて打席に入りましたということです。一塁側のコメントを届けてくれました。おっと、今度は低め、ワンエンドワン。次が3球目、変化球です。さあバッター追い込まれています。今日はツーベースヒットがありました。変化球、これは高いバウンド、取りました、一塁へ、アウト、一塁アウト。次のバッターはどうでしょうか。頼む、右のバッターボックスです。最初はインコースから来ました、ワンストライク。すでに1点を失っています。いい当たり、上がったか、これはセンターへ上がった、これ長打になりますよ。綺麗に抜けた、ワンバウンド抜けました。さあバッターランナーは一塁へ回ります。ツーベースヒット、センターオーバーのツーベースヒットが飛び出しました。マウンドに登っている以上は最善の投球をしないといけませんよね。どんな試合にも無駄はありません。ファンに感謝する気持ちを忘れてはいけませんね。最初はストレートから持ってきました。この球はボールになります。この球はどうでしょう。まっすぐできました、ノーストライク、ツーボール。ここで変化球です。一塁ベースが空いています。ランナー溜めて次のバッターは嫌だと思いますよ。まあこれ以上塁を埋めてその打席を迎えたくないですよね。はい。さあ第4球、これは見送りました、ワンストライク、スリーボール。このゲームはここまで3打数1安打。おっと、今度変化球、フルカウントになっています。7回の前の打席、フォアボールで出塁しています。これは明らかにボール、フォアボールです。フォアボールのランナーを出しました。そして次のバッターを迎えます、本田、左打席に入っています。最初のボールは初球から入れてきました、カウントワンストライク、ノーボールです。本田、ここまで出塁は1回という内容です。変化球、これは空を切ります、ツーストライク。今日5度目のバッターボックスに入っています。見送った、バッテリー1球外してきました。8対2、ホークスがリードしています。もう気持ちで投げてるって感じがしますよ。はい、バットに当たりませんでした。アウトが1つ増えて次のバッターです、オーティー。まずは見送りました、ボールカウントワンストライク。今日はここまでホームラン2本を放っています。次のボールは、しかしこの球はボール、1球2球と外へ行きました。さあ5回目のバッターボックス、スイングして空振りです。今のはね、まっすぐを待ってたって感じでしょうね。はい、今の変化球には合いませんでした。今日ここまでは4打数3安打、変化球打ちました、ファウルです。一塁線はファウルになります。次が5球目、この高めはボール、2ストライク、2ボール。次の投球でこの回の26球目となります。これはそれました、ツーストライク、スリーボール。3番バッター、お、さあランナーがスタートします。バッター手を出しません、フォアボール。まあ制球が乱れ始めると相手もじっくり見てきますよ。そうですね、終わり目に畳むといった感じになってきます。さあ追加点の欲しいこの場面、ホークス、ファーストに代走を送ります、木戸。まあバッテリーも警戒してくるでしょうね。そして打順が変わります、国保。ここでヒットが出るとね、5本目ですよ。はい、果たしてこの打席はどうなんでしょうか。最初は内から入りました、ワンストライク。この回7
7人目のバッターです。しかしこれはボール、カウント1エンド1。今日5度目のバッターボックスに入っています。変化球タイミング合いません。2ストライク1ボール。今日はホームランが2本あります。はい、ボールのようです。2-2です。今日はホームラン2本を打っています。あー、低めのボール打ち上げた。はいです。今日のバッティング4打数4安打、ホームランが2本あります。変化球これは外れました。フルカウントになっています。自らピンチを招いています。当然ランナーは一斉にスタート。ランナースタート変化しました。三遊間の当たり、一塁に送ります。一塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。8回を終了。ホークス1点を追加。8対2、点差を開きました。9回の表、ドラゴンズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。森野バッターボックスに入ります。さあ初球です。初球振りません。ワンストライクノーボール。今日4度目のバッターボックス、この球はどうでしょう。ストレートできました。このボールには手が出ません。和田、今日の8回までのピッチング、打たれたヒットが5本、そして2失点となっています。次のボール注目しましょう。外れました。これは釣り玉、引っかかりません。まだフォアボールを出していません。さあ次の4球目は高めの棒球を打った。上がったか。取った。まずワンアウト。こんなゲームでも確実にヒットは打つことですよ。どんな試合でも確実に1本のヒットを残す心構えが大切なんですね。初球から打った、いい当たり、伸びていって伸びていって伸びて伸びて、これは文句ありません。ホームラン。初球を狙っていった。5分のヤフージャパンドーム、ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。今ホームインしました。8対3。いや、ここでホームランが出ましたか。1点を返します。まだ点差は5点あります。バッター DH 和田、9回の表ワンアウトです。最初はストライク、枠いっぱいに決めていました。あ、山口さん。はい。ドラゴンズサイドです。はい、お願いします。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのはまっすぐのボール、しっかり振り抜こうと心に決めていましたということでした。はい、ありがとうございました。これはストライク。2ストライクです。この回一発を許しています。スイングアウト、三球三振。そしてバッターは6番土の上武弘。最後のバッターになるのか、それとも次に繋ぐことができるのか。これを抑えると完投勝利。最初から落としてきました。バッテリー外してきます。次のボールはここで高めのボールを振らせました。今のはボールとバットがね、かなり離れてますよ。豪快な空振りでした。9回の表2アウトになりました。さあ3球目はどうか。インコース打ちました。元気のないボールが転がります。取った。一塁送球、試合終了。この試合は8対3、ホークスドラゴンズを破りました。さあ壇上には今日のヒーローが上がっています。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板、9回被安打6、12奪三振、自責点3、投げ切りました。そして打撃成績です。5打数4安打、打点5、立派な活躍を見せました。さあこの2人の活躍が勝利に結びつきました。さあソフトバンク対中日、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は田尾靖さん、黒木智弘さんでした。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。